はい、皆さんこんにちは、今日はですね、ならではという表現について勉強したいと思います。このならではの前は名詞が入ります。名詞 A ならでは B、 このような形になりますね。で、このね、ならというのはとたらばなら、仮定のならではありませんね。このならはちょっと古い日本語の表現で否定の意味があります、ね、否定の意味があります。で、 A じゃなければ、 A でなければという意味になりますね。 A でなければ B、 そしてこの B の部分にも実は否定の内容が入ります。つまり否定×否定、つまりこれは二重否定になります。ですから A じゃなかったら B、 そして B の部分には否定が入ります。つまり A だけができますとか、 A 特有のという時にこの表現を使います。ちょっと見てみましょうね。このような街並みは京都ならでは見ることができないだろう、ね、このような街の風景は京都でなければ見ることができない、つまり京都だけで見ることができると言いたいときにこの表現を使います。でですね、もし後ろに名詞がつくときはこのならではの名詞、このような形になるんですが、そうするとここにはですね、否定が入ってこないんですね。ここには否定が入らない、名詞が入る。じゃあそしたら、じゃあさっきは否定かける否定だから、まあ二重否定でも、今回は前には否定がありますね。このならの部分が否定ですけど、でもここには否定が入ってこない。じゃあこれは意味は変わっちゃうんじゃないですかと思いますが、これはですね、このように考えてください。この通りでは、京都ならでは、で、ここにですね、例えば見ることができない、見ることができない、この内容が省略されていると考えてくださいね。省略されていると、ね、こう考えてください。まあ、ですからこの通りでは京都ならではの街並みを楽しむことができる、まあ、言いたいことは大体同じ意味ですよね。つまり京都だけの街の風景、ね、他の場所にはありません、京都だけの街の風景、つまり京都以外では見ることができない、ね、京都じゃなければ見ることができない街の風景と言いたいんですね。ですから、ならでは、ならではの両方とも、まあ、A だけができるとか、A 特有のという意味があります。まあ、これもですね、まあ、レベルの高い表現ですが、まあ、会話の中でも結構出てくるので、ぜひ皆さん覚えてください。大丈夫ですか？例文。西村屋の着物は、友禅染めならでは出せない色合いで、とても人気が高い。4367安打という記録は、イチロー選手ならでは達成しえない偉大な記録だ。沖縄ならではの郷土料理といえば、ゴーヤチャンプルーだ。ここは日本酒の専門店ならではの品揃えで、全国各地のお酒を販売している。会話。中村さんは海外旅行はしないんですか？海外だと言葉がなかなか通じないので、ちょっとやっぱり国内旅行の方がいいですね。そうですか？なかなか通じないからこそ分かり合えた時はとても嬉しくなるし、外国ならではの食べ物を食べたり異文化を体験できるのは楽しいですよ。それはそうですが。